熊が出てきこう。はい。拍手したって。拍手すると調子に乗るから。調子に乗ると面倒くさいね。俺たちね、二人でね、13年前ぐらいかな。今日は本当に呼んでもらってありがとうございました。こう年末にロックができるってのは最高だよね。なあ、まださ、なんか俺たちのロックを聴いてください。一曲目はコケイン。
レット間違えちゃいました。1フレットと2フレット。どうしてないの、こうやって間違えたの。Jojo as a moon song, he won't want it, but he was a man. All the girl around us is, he's always coming, but she gets a wise again. Give out, you really want. I'm sorry, but
真鍋さんに今日ね、招待してもらって、ロックナイト忘年会とかってフェイスブックで書いてあったのね。忘年会やるから。普通の誘いは忘年会だったのね。忘年会聞いてなかったんで、ロックナイトがあるから。俺、忘年会だと思ってきたのに。うちら酒大好きなんで、酒が飲めるとこだったらどこでも。俺たちよかったら呼んでください。嫌なスケベだね。俺ね、いや、俺間違いないスケベだよ。否定はしない。2014年終わるときには一言だけ言っておきます。一人じゃ生きていきますが
ますよ。ストレンジブルーって言うと、俺が20年前だね、真鍋さんとバンド組んでた時にいろいろ迷惑かけたんだけど、言うぞ、お前石器時代の話ばっかしてるんだから。真鍋さんの思い出はね、真鍋さんの思い出、あとからストレンジブルーで出てくるベース、ちょっとじっくり見たって、ライブやると、絶対送ってくれたの、帰りに。だから酒飲み放題だよ。その優しい真鍋さんが、タクシーの後ろに着くと、人間が共演したんだね。その先は真鍋さんが一人前だけど、俺は今日ライブやるって、決めてからずっとこの曲やろうと思って練習してました。レニー・クラヴィッツのキャブドライブ。
さ、ねえ、この前あの真鍋さんに呼んでもらった時はブルースって言ったんだけど、もうロック最高だよね。いろんなロックがあると思うんだけど、俺はストレートのロックが大好きで、コードはオンザロック、オンザロック1個だよね。氷があればオンザロックだよね。簡単だね。俺の好きなロックはコードは3つ、3つ以上は覚えれない。もうみんなによく言ってるんだけど、3つ以上やめてな。もう全然無理だもんだって。こっからね、ビッグボーンはレアな世界に入ってくよ。お金のありがたさをこうみんなに教えてあげるから。今日ね、カネゴンじゃないよ。カネゴン知ってる人結構いるね。カネゴン昭和ですね。オーライ。Yeah.
Thank you. これさ、めちゃくちゃだけど、まあ、この曲歌って今日は幸せだったね。2014年、あの、マラブさんがね、忘年会って言葉を使ったんだけど、俺ね、今年すごい楽しくて、ずっと始まってから終わるまですごい楽しくて、忘れたくないんだよね。忘れたくないのに、12月の暮れになると忘年会って忘れましょうってくるもんね。いや、忘れれんでしょ、それは。今年は最高でしょ。どうだった今年、最高だったね。皆さん、悲しいことも楽しいことも最高だよ。生きてたら物だれだよ。ねえ、死んじゃったらわからなくなるもんさ。次何やるんだろうね。ヴィーナス。Yeah.
っとこう今日見えてる滝さんの横にいた滝さん、滝さんいるよね。滝さんが言うぞ、ヴィーナス歌ってくれ、ヴィーナス歌ってくれって、もう無理強いするんだよね。じゃあ俺女じゃないしと思ってまあ歌ってくれって言われてもこう勝手にやるからいいとか言ったらいいよってやってよ。でも最後に言ったんだよ、できれば女のボーカルがいいな全然違うじゃん全然俺のこと頼む相手間違えとれへんみたいな。まあそんなこともありました2014年、いろんな楽しいところが。Purple rain.
聞いたことないでしょ、パープルイン。昔ブルージーママで真鍋さんと先輩やったバンドでパープルインやるよって言われたんだけど、その時やらなくて、いつかやってみたいなと思って。いや俺には全然難しいよ、どこ押さえていいか分からんしさ。あのね、そういう問題ですか。ちょっと聞いて、俺ね、ベース下手くそなんだ。どこ押さえてるかよく分からないんだけど、だけど俺のリズムは結構いけてるから聞いて。リズムだけでおいで。キス、キスって知ってる？こんな星型の。俺小学校の時キスされて、三味鏡でさ、星型にこう顔を作って、こんなことやったから。懐かしいね。ああ、もうかっこよかったね。そのキスが、俺たちの青春の。さすがナルシスト。ロックンロールオールナイト。カウント？俺の？最初の音何？Yeah!
曲なんだぐらいこういじくって言いましたけど、俺たちビッグボーンこういうバンドなんで、いじくっちゃったね。いじくれるやつもあるけど、いじくれないやつもあるよね。もう今日、あ、今始まって何分くらい経つの？45分。もうそろそろ終わりだよね。じゃあ最後にはあのかっこ悪い放題の歌があるんですよ。俺ハーレー乗ってるんだけど、放題がかっこ悪い。ワイルドで行こうぜ。何それワイルドで行こうぜってどうやって言ったらいいの？いや、ワイルドで行こうぜって言われると、もうじゃあ俺ワイルドで行ったのかぐらいの感じだな。オーライワイルドで行こうぜ。ボーンズビーワイルド。
俺たちはここら辺で弾いて最後のストレンジブルーって楽しみましょう。